50周年の男、平川義雄さんがですね、S210 作ろうとして頑張ってくれたんですけどもね、あれもですね S210 ですね、 S210 も、こんなようなパネルからですね、起こすというのではなくて、パネルではなくてですね、こう後付けの、言ってみればオーバーフェンダー的なですね、樹脂パーツで、広げて、あとそのトレッドの拾い方なんかこれによく似てるんですけども、さすが男平川、あれをですね、企画したところはすごいと思うんですよね。ただ残念なことに、S209 の開発に手間取ってしまいまして、S210 はですね、幻で終わってしまいました。企画自体は当然あったし、出す気満々だったんですけども、残念ながらですね、時間的な余裕がなくて無理だったんですね。209アメリカに出さなきゃいけないですから。で、最終が、ファイアナルエディションで終わってしまって、コンプリートカーにはならなかったので、平川さんの最終作が RAR で、でもあれボディをいじって軽くしましたから、それでは あれもきちんとスパの歴史の中に残るようになると思うんですけども、 S シリーズがね、アメリカ向けで終わってしまって、210が、幻で終わっちゃったっていうのは、ちょっと残念で、そういう点ではですね、この車の再来が、VAB でちょっと期待できるかと思ったんですけども、それは叶わぬ夢と、なりました。今日は中津原も今日から、長期の休みに入りました。店頭対応と電話については、僕がずっと5月6日まで水曜日が出ますので、可能になってますけれども、社員はみんな休んでますので、そういう意味でですね、やっぱりスバル人みんな、これからもスバル可愛がってほしいですし、元気よく行きたいじゃないですか、ね、ウイルスなんかに負けずに元気よく行く、5月第2週目からですね、みんな行こうよってやりたいので、可能な限り、やれることをやっていきたいと思ってます。ぜひ応援をよろしくお願いします。以上です。